イベントに来ます。結構来ますね。はい、まあまあニンニク臭いかもって始まる前におっしゃってましたけど、すごい匂いです。そうでしょ。何食べました？なんかね、さっきちょっと打ち合わせするのに、はい、ピッと隣のレストラン入ったら、なんかタイ料理みたいなんですよ。はいはい、それでパパイヤサラダだけ頼んで、サラダか、で酸っぱ辛いって言ったから、あ、好きと思って、そしたら食べ終わって、あれなんかすごいかも、まあまあ、すごいでしょこれ、すごいです。やめなさい。AD の前でそんな。違う。これから会う人、俺はええけど。チンしてねって。そうそう。いや、すごいと思う私。なんだろう、すごいと思うね。すごい。なかなか。まるまるニンニクが口の中で入ってるぐらい。いや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 。マスクしてよ。あ、大丈夫ですよ。僕もアイスコーヒーいっぱい食べて。大丈夫です。はい。ニンニクはいい匂いなんで。ニンニクいい匂いですけど、僕も関係なくガッチガチ入れますよ。はい。ポジティブさが。いや、優しいですよね。臭いって言った人にも食わせれば勝ちだ。さっき宮迫さんがちょっと匂うって。全然大丈夫です。まあ、やばいですよ。匂ってくらいがちょうどいいです。はい。今度ブレイキングなんで、あの美咲さんと試合、あ、そうなんですか、あ、やっちゃいますよ、あいつ、はい、経営者なんでって言ってね、どっちが本当の社長か教えてやらないと、ね、はい、今の誰だったらなんか試合いけそうですかね。試合のママに相手なんか相手の旦那とか、あ、めっちゃ面白い。それ最高じゃないですか。めっちゃやりたいです。近い使えないね、これ使いましょう。はい、流します。すみません、ありがとうございます。長い間、はい、いや、逆に演技的にも今、お前炎上してんだから、うん、あの格闘技出ないよって言ってるし、ああ、でもそうですよね、出た方がなんか綺麗に、まあ、炎上してる人はもう格闘技出るぐらいがちょうどいいですよ、頑張ってる姿を見せるのが、はい、確かに、はい、よくわかんないですけど、やっぱ戦ってる人を見るとなんか、はい、まあ頑張ってるなって思うじゃないですか、うん、はい、情が映りますよね、はい、はい、試合も始まっちゃいますもんね、大丈夫ですか、なんか中は撮影ちょっと厳しいそうなので、ちょっと、はい、試合楽しみ、予算の応援席に行って、はい、力いっぱい、はい、続きまして赤コーナーより小目尾選手の入場です。 To the right corner, he is what you call a true rebelお疲れ様です。お疲れ様です。最後の2試合本当にあのご覧になられると思いますけど、うん、いかがでしたか、小目尾さんの試合は。いや、なんか最初優勢でしたよね。はい、優勢だったけど、最後なんかこうキックで KO というか、 KO じゃないのか、あれはね、多分ダウンで判定負けみたいな。そうですね、惜しかったな。なんかあれがなければ絶対小目尾さんだったと思う。いや、絶対勝ってますよね。だって小目尾さんの方は全然手出してたし、はい、なんかね、向かっていく感じがすごいあったじゃないですか。勢いもありましたよね。延長なんなきゃよかったな。前回大会からの小目尾さんのスポンサーという形で、はい、こうやって、はい、今日はのここ名前を探してました。はい、あ、ありましたね。ありました、右の図。鬼丸本さんでしたっけ、脳が深くて目立ってたんで、はいはい、次回またやらせていただけるなら黄色にしようかと、はい、いや、確かに目立ちますね。小目尾さん、なんか悔しいですね。なんか前回あの勝ってわーってなったの覚えてるんですけど、今回やっぱふつふつとなんか悔しい思いが、ちょっとこう入ってくる通路のところで私あの遺跡ちょっと取っていただいてたので、それをはいはい、あと宮迫さんが最後、はい、最後の試合ですごい上手いんじゃないですか。はいはい、で横田なんとかみたいな、あ、はいはいはい、宮迫は言いました。そっちにいたんですか。七山ってそのいわゆるリングアナウンスみたいなのってやったことありますか。うん、あ、ないですね。花束贈呈は何度かあの雷神とかもあるかなと思うんですけど、ないですね。なんか何かしらでブレイキングダウン、なんかリングに上がりたいですね。七山やりたいですね。はい、次回大会もしかしたら七山がリングの上から締めてあげないと。はい、七重ママのキャストさんがブレイキングダウンに出るみたいのはないんですか。どうだろう、なんかね、出たいって人がいたんですよね。格闘技経験ある方なんですか。女性で、ああ、今回女性の試合 もうレベル高いというか、もうバチバチだったので、うん、結構盛り上がりもすごくて、
はい、ぜひなんか次回大会ナナエママのキャストさんが出るか、ナナエママがリングと上がるか、これからあの関係者のアフターパーティーが銀座であるってことで、ちょっとどこまで回せるかわからないですけど、ちょっと、はい、楽しんでまいります、はい、引き続きお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。